はいどうも皆さんこんにちは、夜桜です。今回はトーマさんのアイコンをゲットする方法を教えたいと思います。まず隠しステージにいる南海と友達になります。そうすると謎を解いてみよう1が追加されます。30ステージを6、10秒でクリアすればクリアです。その次に謎を解いてみよう2が追加されます。コマジロを入れて50ステージをクリアすればクリアです。おい、スタートだね。炎が天下を照らす。炎が天下を照らす。少々手荒くいかせてもらいます。そうすると謎を解いてみよう3が追加されます。62ステージで20万スコアいけばクリアです。そしたら謎を解いてみよう4が追加されます。84ステージに行って武士なんでとどめを刺せばクリアです。そしたら謎を解いてみよう5が追加されます。100ステージで65分以下でクリアすればクリアです。この炎が天下を照らす。
そしたら謎を解いてみよう。6が追加されます。勇ましぞくのみでクリアすればクリアです。これでゲットです。少しでも役に立ったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。